準備の間に続いてのステージのご紹介です。続いての登場は山田&みちおのお二人です。鹿児島を中心に活動する山田&みちお、先日都城の作詞家田中照夫先生が作詞作曲されたオレオレ詐欺にご用心という曲で、オレオレ詐欺撲滅の啓発運動をしているとテレビや新聞そしてラジオでも紹介されました。田中先生はこれまでに365日間で1000作以上の詩を書かれており、人生の応援歌としていろいろな方々に聴いていただけるようにと現在 YouTube に400曲以上配信されています。今日はオレオレ詐欺の曲に合わせたダンスを考案された宮崎県レクレーション協会日南市ダンス同好会の三木社長が教えていらっしゃる方々とご一緒に、大変お忙しい中こちらのオロシティにお越しくださいました。本日はオロシティから全国へ向けて発信していきたいですとコメントもいただきました。今から踊っていただくオレオレ詐欺のダンスも、オレオレ詐欺撲滅のために分かりやすく教えていらっしゃいます。それでは山田&みちおのお二人です。よろしくお願いします。こんばんは、山田&みちおです。先ほどもご紹介に預かりました、今日は作詞作曲された田中照夫先生が都城の方から来てくださいました。先生、皆さんこんばんは。都城から参りました田中でございます。よろしくお願いいたします。そしてこのオレオレ詐欺にご用心という曲にダンスを考案された壱岐美智子会長も日南の方から生徒さんと一緒に来てくださいました。はい、皆さんこんばんは、私もはるばる日南市の方からやってまいりました。日南の方も今日はお祭りなんですけど、ぜひこの鹿児島に来てですね、オレオレ詐欺を一緒に皆さんと踊りたいなと思ってまいりましたので、皆さんも簡単でございます。座ったままでもできますので、まねまねでしていただけたらありがたく思います。はい、ありがとうございました。では、まず最初にオレオレ詐欺の歌を歌わせていただきますので、今から踊りの方々にご準備をしていただきたいと思います。はい、総勢20名以上の方が今日お越しいただきまして、実は私たちは鹿児島を中心にいろんなところで歌わせていただいておりますが、今回ですね、オロシティの夏祭りさんの方でこの踊りの方々と歌とご一緒にさせていただくのが初めてになります。なので今ご覧の皆様が初めてこのダンスを鹿児島で見られることになりますので、とても貴重なお時間だと思います。皆さんどうぞ楽しんでください。それでは準備ができたようなので、オレオレ詐欺にご用心。相当な被害が出ております。オレオレ詐欺に気をつけてください。それではオレオレ詐欺にご用心の歌をお聴きください。平成の時代、急激にお年寄り狙う卑怯な手口、オレオレ詐欺、あの手この手と巧妙に電話で話し、息子孫を装って話すので
が今社会問題になっております。国内でも相当な被害が出ております。オレオレ詐欺に気をつけてください。平成の時代、この手と息子孫を装って電話で話し、パニックにさせて振り込ませる石を自分の頭にあげて、遠くには絶対飛ばないよ、自分の頭に落ちてくる電話見ているよ、必ず天罰受けるんだ。オレオレ詐欺が今社会問題になっております。国内でも相当な被害が出ております。オレオレ詐欺に気をつけてください。息子孫を装って電話で話し、パニックにさせて振り込ませる、その人の涙はあんたに来るよ、これも大宇宙の法則だ、必ず天罰受けるんだ。オレオレ詐欺に気をつけてください。オレオレ詐欺にご用心の歌を聴きいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ダンスの方々ありがとうございました。今日は最後にですね、この歌を歌わせていただくために、なんと南警察署の方々からこの振り込め詐欺の旗をどうぞ置いてくださいということでご協力をいただきまして、このステージに立たせていただいております。最後にもう一回ですね、この曲は聴いていただきたいと思っております。それではこれからは2曲、田中先生の作詞されました、まず交通安全を願って作られました走る俺たち運転手、よそ見をするな、気をね
ございました、私たちもですね、鹿児島を中心に本当に今いろんなところで歌わせていただいておりますが、このようなオロシティさんのですね、会場はやはり一番大きい本当に規模の会場なので、とても昨年に引き続きなんですけれどもびっくりしています。なので皆さんのために聞きに来てくださった皆さんのために一生懸命歌いますのでよろしくお願いします。それでは続いての曲は、田中輝郎先生が作詞作曲をご自身でされました鹿児島の活性化を願って作っていただきました曲です。観光鹿児島。お願いいたします。
ら。このオレオレ詐欺の歌はですね、田中先生が先ほどこちらに上がっていただきましたけれども、新聞やテレビのニュースを見ていてですね、このままではどうにかしなければいけないというすごく強い思いで書かれた曲です。なので私たちも自分たちにできる限りのことをして、もう本当にですね、一生懸命これをなくそうという気持ちで歌いますので、皆さんもぜひ聴いてください。それではお料理詐欺にご用心。
田&みちおのお二人、そして日南市ダンス同好会の皆さんでした。皆さん、今一度盛大な拍手をお願いいたします。